皆さんこんにちは。本日は2020年5月9日オープンのシトロエン宇都宮のショールームをご紹介していきたいと思います。さてでは早速レッツラゴー。はい、グレーの壁に赤い文字でスタイリッシュにシトロエンと書かれているので遠くから見ても目立ちますね。はい、いらっしゃいませと入っていきました。お、早速店内に入るとお車がお出迎えしてくれてますね。こちらはグランド C4 スペースツアラですかね。ピカピカですね。うん。そして反対側、こちらはシトロエン C3 ですね。こんなご時世ということなのでしっかりアルコールも店内入ったところに常備されていますので新型コロナウイルス対策もバッチリです。こちらにもお車展示されてます。こちらは C3 エアクロスですかね。うん、ピカピカですね。キラキラ。はい、そして反対側、こちらは C5 エアクロスですね。この右側の植物気になりませんか？私はすごい気になります。あの植物もこんなに伸び伸びとしているので皆様にも伸び伸びとした空間を楽しんでいただけるんじゃないかなと思っています。この見てわかる通り一つ一つのスペースにしっかり仕切りがあるのでよりプライベートな空間をお過ごしいただけるのではないかなと思います。はい、こっちはグッズが展示されています。でこちらもグッズですね。可愛いですね。そして振り返るとこうなんかリビングにいるようなそんな空間が広がってます。テレビもあって、こっちはカウンターですね。こっちはクッションなんかもあってすごい青い物体が腕まで組んじゃってます。こっちはミニカーがずらっと縦にトトトトンと並んでいて可愛いですね。シトロエンはあのフランスのお車なのでエッフェル塔ですね。いかがでしたでしょうか？ざっくりではありますが私なりにショールームの紹介をしてみました。シトロエン宇都宮は2020年5月9日オープンですのでぜひ皆様遊びに来てみてください。それではアビアント。自動車求人センター、自動車業界特化型求人サイト。あなたは現状に満足していますか？上司や同僚との人間関係に疲れた、長時間労働や休みが取れない、給料が安い、待遇が悪い、仕事の内容が単調でつまらない、自分を正当に評価されていない、今までの経験を生かしキャリアアップしたい、ぜひ自動車求人センターをお試しください。あなたの本当の価値を教えます。自動車求人センター、自動車求人センターで検索。